ミュージックパワー。毎週土曜日、2時からの生放送、私たちパーソナリティのメンバーが一押しするおすすめコーナーや気になる情報などをお届けいたします。さらに番組の後半、素敵なゲストの方をお迎えしてプライベートまでたっぷり楽しんでいただける番組です。改めましてこんにちは。こんにちは。ミュージックパワー、今週もいつこもスタジオタマプラザ2階にありますサテライトスタジオでお届けいたします。この番組は FM サルース 84.1MHz にて放送、ホームページと YouTube にて動画配信も行っております。はい、そして今週のパーソナリティはシンガーソングライターのみゆとコスモスイッティ星からやってきましたアキココスモと、ポップス大好き作曲家谷村健と、笑顔で世界平和を作っていきたいセラピストをやっております保育士タレント笑いマン。はい、この4名でお届けいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お客さんいっぱいや、本当にすごいですね。すごいな。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいらしいピチピチ、ね、ピチピチのね、もうね、私はかわいいか、ね、はい、ということで、はい、今日も始まりましたが、はい、ちょっとどうですか最近。最近あの前回ね、僕お休みさせていただきまして、そうだよね、どこ行ってた、はい、あの行ってきたのは高松と、うん、それから愛媛に行ってきまして、で、あの、まあ試合じゃないよ、ごめんなさい、あの、うん、ラジオの日は、イベントでちょっとお休みさせていただきまして、うん、あの CD の即売会に行ってきました。どうだった、売れた、 あのね30枚近く売れまして、すごいじゃん、ありがとうございます。あのまだね在庫余ってるんで、よろしければお買い求めいただいても大丈夫なんですよっていう、ね、曲アレンジしたやつが2曲、うん、あの同時に即売会だったんで、アレンジした曲が2曲と、うん、オリジナル曲を1曲だけ入れて、あの売りました。えケイさん歌ってるんですか。僕歌わない、あのあれはね、あの一応全部インストだったから、はい、インストなんだ。インストで、あの作って、どこでなんか配信とかすればいいじゃないですか。うん、しよっかな、ちょっと誰か紹介して自分でできるでしょ。自分でできる。じゃあ大成功に終わったんだ。まあ大成功でございますね。おめでとうございます。その後は愛媛に移動して、あのサッカーの試合見て、愛媛のチームにボコボコにされて帰ってきました。僕の地元です ね, ね, ね、あの負けたんで、あこの野郎ってさっき言っときましたんでね。はい、よかったね。そんな感じの2週間過ごしておりました。僕はね、長野と山梨に行ってきました。うん、そう、なんかね、水と空気がやっぱ綺麗だから、うんうんうん、やっぱその水と空気で作る野菜も美味しいし、ぶどうも美味しいし、ぶどうね、お蕎麦も美味しいし、そうそうそう、何もかも美味しかったです。ワインも美味しかった。そう、甲州ワイン、そう、美味しかった。甲州ワインうまいんですよ。そうか、じゃあ前回の放送で大荷物だったのは、そのまま行ってきたんだよね。そのままバーって、この格好でね。そう、この格好で走って行って。行ってきましたよ。まあこれ地毛だもんね、これね。よく職質されなかったね。されます、いつもされます。散歩大きにされます。やばいでしょ、やばいやつだわ。はい、ね、紅葉も綺麗で、星空も綺麗で、うん、笑いマン、こうロマンチックになりました。待って、はい、ロマンチックになる、めっちゃ噛んだ今。そうだよね、頭に取り付いてる。そうなんで、ね、幸せな青い人。可愛がってあげてください。なんかみんな充実してんね。コスモさんは、私なんて骨折してるからさ、どこにも出かけてない。そう足痛いからもう大事にしてる。でもね、来週ライブがあるから、はい、なんかそのためのリハーサルが結構入ってきて、はい、リハーサル今回ね、初めての7人編成、うん、うわ、そう、それでその7人がリハーサル終わると飲みに行くのよ、うん、もうちょっとした飲み会、うん、そんな感じでね。もしかして集合ばっかですか。え、あ、そうそうそう、すごいわ。どこでやるんですか。やるのはね、横浜ランドマークホールというところでやるんですけど、ランドマーク、そのためのリハーサル、またすごいところでやりますね。そうなんだ。じゃあもう二日酔いにならないぐらいでね、とど、はい、めていただいて。なるほど。私はですね、ちょっと最近体調崩してまして、うん、気温の寒暖差がすごかったじゃないですか。確かにね、もう何着ていいか分かんないですよね、うん、皆さん ね, んね、もう日中は暖かいけど、夜になったらすごい、もう 雪降りそうなぐらい寒いじゃないですか。長野はもう降ってるそうです、今日。あ、そうなんだ、初雪ってこと。初雪かな、分かんないけど、なんか長野にいた僕の仲間が、すげえ寒いんだけどっつって、さっきツイッターで開けてて、そうか、もう今年は暖冬って言ってたけど、多分日本海側が暖冬で、その代わりこっち側、ね、太平洋側はなんか寒くなっちゃうから、もしかしたら雪降るかもしれない、そうですね、っていう感じなんでね、みんな、皆さんもね、気をつけていただいて、風には、暖かい格好していただいてね。で、私、はい、
こう普段こう派手じゃないですか、はいはい、さっきもねみんなにちょっと言ったんだけど実は唇にピアス開けたんだよ。全然気がつかなかった。なんか鼻ピアスが鼻ピアスあるから普通のピアスもあるしさ、うん、あんまり気づかなかった。ここはバーティカルリップっていう、うん、あの名前なんですけど、開ける場所がね、まあ各場所いろんな名前がついてて、一番痛いところなのよ、うん、痛いところよね。でさ、あのいつも自分でピアサーとかで開けてるんですけども、うん、今回はあの友達がピアスのお仕事してるからね、うん、あの開けてもらって、もう超痛いと思ったら全然痛くなくて本当にいいんだそう、上から開けるんです、下から開けるんです。そうそう、上から開けるんだけど、花火じゃないんだよ花火じゃないんだよ、下から開けるってか、うん、こんなね痛い思いして開けたのにあんまり気づかれないんだよ、ね、気づかれなかった。だってピアスいっぱい開けてるんですもん。見て見て開けたって言っても全然気づかれないから、ちょっとなんか悲しいな、麻酔とかしたんですか。麻酔はしてない、そのまま行きました。いやちょっと待って、はい、手の力が抜けていくんだけど私マゾじゃないんでマスだし、ちょっと食べづらいけどね、はい、まあ、そんな感じでイメチェンしました。なるほど、はい、ね、ということで今日もよろしくお願いします。さて、それではここで CM をお聞きください。よいしょ。はい、この番組はリケンジャパンの提供でお届けいたします。さて、まず1曲目、私の曲を聴いていただきましょう、はい、8月1日にリリースしましたシグナル、お聴きください。はい、お聞きいただきました、こちらの曲はシグナル、8月1日にリリースしました。 CD はですね、私の SNS で、リンクから、ネット購入もできます。ライブ会場でも購入できます。ぜひ mi-yumiyu で検索して、チェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日もチャットいただいてます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。サマプライブやっちさん、今日は久々の4人フル体制、こんにちは、はい、こんにちは。そしてゆいさん、画面がめっちゃカラフル、いつもありがとうございます。もしかしていらっしゃいます違う、いないな、いないな、いないな、はい、じゃんじゃん読み上げますので、ね、ちょっと送ってください、よろしくお願いします。さて、次のコーナー行きたいと思います。その名も勝手にイチオシコーナー。今回ははい、コスモがイチオシします。はい、お願いします。はい、今日はですね、鳥の市、鳥の市のイチオシです。鳥の市知ってます？鳥の市ってあれ新宿でやってる、あ、そう、いろんなところで大鳥神社とかでやってるんですけど、新宿でもやってるでしょ。やってます、ね、やってます、花鳥神社、はいはい、分かるよ、はい、で11月といえば鳥の市なんですけど、はい、今年はですね、一、うん、の鳥二の鳥と2つありまして、一、はい、の鳥終わっちゃったんですよね、はい、11月11日土曜日だったんです、うん、あ、先週一国旗の日、ね、でもう1回あります、11月23日、うん、祝日木曜日、はいはい、まだチャンスがあります。はい、でですね、あの鳥の市というのは商売繁盛を願って毎年11月の鳥の日に行われるお祭りです。縁起をかき集めると言われる華やかな熊手が有名ですよね、たくさん並んで売れるたんびにですね、あの三本に目、うんうん、これ
これで盛り上がるみたいな、はいはいはい、そういうお祭りですね、うん、で鳥の市といえばあの運を書き込むと呼ばれるその商売繁盛の熊手なんですが、うんはい、東西であの熊手に違いがありましてですね、うん、関東はおかめが語られているらしいです。おかめついてんだ、はい、で関西はですね、うん、恵比寿様とか大黒様が語られている、はい、へー違うんだ、うん、そうそう、でもまあこう福を呼ぶっていう感じですよね、うんまあうん、同じですもんね、はい、で爪の向きもですねあの、はい、関東は内側を向いていて、うん、関西は外側を向いてるんです、うんうん、真逆なんですね、はい、でですね、熊手はですねあの年々大きくしていくといいらしいので、うん、最初は小さいのを買って、うんうんはいはい、次の年はそれを持ってちょっと大きいのを買ってって、うん、年々大きくしていくパワーアップしていくんだ現物で合わせてもねでですねあの買い方、うん、あの安く買うと縁起がいいらしいので、うん、値切っていいらしいんですね。ああそうなんだ、だんだん値切っていいんですけど、例えば1万円のを買うとして7000円でまで値切れたとしたら、はい、払うのは1万円、どういうことご祝儀3000円なんです。あそういうことなんだ。な、ね、1万円渡して3000円バッグが来ても、うんうんうん、それは受け取っちゃいけない、うん、へへお気持ちでいくらか、そうそうへへ、そういう文化なんだね、なんか生きとされてるらしい、なるほど、はい、であの商売されてない人もですね、神社でなんか熊手守りとかちっちゃいのとか、うん、あとちょっと大きめこんぐらいかな、うん、熊手もあの神社でも買えるので、はい、私毎年買ってんですけど、1000円ぐらいの、そうなの、なんでこうあの縁起物としてね、はい、なんか自分で持って、うん、あのお土産として買ってもいいんじゃないかなって、うん、あとですねあのお土産として遠の芋というお芋のお土産とか、うん、あの霧山椒というお餅みたいの出ます、うん、はい、でですねあの関東の三大鳥の市なんですが、うん、こちら浅草の大鳥神社、浅草、うん、はい、こちらはですね江戸時代から続いている歴史のある鳥の市で、うん、午前0時から始まって24時まで、うん、24時間、そうなんです、ぶっ通しや、そう、ずっと、それであの熊手屋屋台の数は800、そんなに出るの70万人もの参拝者が訪れるということです。入るのあのエリアに、すごいね、お正月よりも混むってことかもしれない。そうなんだ、でも気なしなんですよね24時間とかね、はいはいはい、それで新宿花園神社さっき言われて、うんうん、有名だよね。こちらもですね露店がすごい並んでてですね、うん、こちらも200店以上、はい、60万人ぐらい訪れます、うん、で花園神社ってやっぱ見せ物小屋が有名なんですけど、そうだね、めっちゃやばいんですよ、うん、本当に、なんだろう、えぐくって、えぐい、えぐい、なんかヘビー女とかヘビー女それ関西でもあるのは聞いたことあるんだよね。そうそうそう、でもなんか年によってこうなんかやる人が違ったりとかするので、うん、まあちょっと興味がある方は、うんうん、多分全国回ってらっしゃる方々なんだろうなって思います。そういう ね、 なるほどね、なんか見せ物の出てらっしゃることね、確かにね、そうそうそう、はい、であの花園神社は前夜祭があります、うん、22日まで、はい、そして最後に府中の大国玉神社、うん、こちら1900年もの歴史を持つ神社で開催されてまして、規模は小さい150店舗ぐらいなんですけども、うん、割と、はい、あのこう広大な敷地なんで落ち着いて見られるということなんでね、はい、なるほど、ぜひあの、はい、もし興味がありましたら。ちなみにもう行ってきたんですか。あ、そのね、一の鳥行くの忘れちゃって、まあ、じゃあ新宿のそう新宿行ってます、ね、行けばいいの。二の鳥行こうかな、23日ね、なるほどね、面白い、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、勉強になります、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。次回ははい、笑い間が担当します、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、はい、ではここで一曲お聴きください。アキコズコスモスペースでスイーツ王国グレッシャースです。
かずコスモスペースでスイーツ王国グレッシャーズをお聴きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この曲は各種配信サイトでダウンロードできますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。さて続きまして、私たちパーソナリティからの告知でございます。はい、笑、はいマンからいきます。11月23日木曜日、蒲田にて、第4回笑いマン絵本セラピストを行います。仕事やね、家事、育児、お勉強してる人、生きてる人に元気を与えたいと思いますので、参加費1500円で参加できますので、ぜひお越しください。はい、お願いします。はい、続きましてアッコズコスモスペース、こちらバンドバージョンですね。日にちは11月25日土曜日、横浜ランドマークホールです。15時30分開場、16時開演、前より6500円、当日7000円。出演はレイリー、ウィズ、南波ひろゆきさん、金属エビスさん、アランちゃんバンドかっこかりさん、カラスさん、そしてアッコズコスモスペースは7人編成です。ダンサー入れての7人編成であります。はい、よろしくお願いします。お願いします。続きまして、私みゆです。ちょっと盛りだくさんなので皆さんついてきてください。はい、実は来週からちょっと出演ラッシュでございまして、 5本入ってます。すげえ。まず11月23日祝日木曜日ですね。はい、石川県で行います、石川歌謡音楽祭、お昼の2時から。場所は石川県の金沢市にあります北国新聞社の隣になります赤羽ホールで歌います。こちらはですね、カラオケ大会なんですけども、歴代の優勝者として私ゲスト出演して歌いますので、入場料は3000円です。そして続きまして、11月25日土曜日、エシカルフェスタ、はい、こちらは東大阪市の花園中央公園にて3時半から歌います。観覧は無料になってます。11月26日日曜日、翌日ですね、おいしいフェス in 神戸2023年秋、こちらは兵庫県の県立舞子公園で歌います。お昼の1時半からです。こちらも観覧無料になっております。そして12月の2日3日土日ですね、はい、クリスマスルーフトップマーケット in 京都高島屋、こちらは京都市場にあります高島屋の、屋上で行われます。2日の日は1時40分から3日の日は6時50分から30分間歌います。観覧無料です。お越しください。そして最後、12月17日日曜日は磯辺にぎわいマルシェ、こちらは千葉県です。磯辺公園というところで、まだ時間は未定ですので、そちらの方は SNS でチェックしてみてください。そしてなんとですね、石川県のザウスという雑誌に私掲載しております。今月11月の表表紙めくって 2,3 ページ目に一面飾らせていただいてます。シグナルとかね、リリース情報もたっぷり載せてありますので、石川県の皆さん、ぜひコンビニ書店でゲットしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、以上告知でございましたが、続きまして、はい、今日もお便りたくさんいただいております。ありがとうございます。まずは、はい、ラジオネームただのおたくさん、はい、寒くなってきましたね、体調は大丈夫ですか、風邪などひきませんように、うん、寒くなってくるとコンビニのホットスナックが気になってしまいますが、つい買ってしまいたくなるホットスナックはありますか、うん、中華まんなら何がおすすめですか、うん、ということでした。ありがとうございます。そしてラジオネームおとさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ケンさん、お帰りなさい。ただいまでございます。帰ってまいりました。番組終了後は3時、小腹が空きますね。今日は雪見大福の日です。そうなんだ。白い恋人味という新しいものも出てるみたいですよ。寒い中食べるアイスは皆さんお好きですかって来てます。ああ、はい、いいよね、寒い中、ね、ということで質問系だよね。どう、ね、ホットスナックはね、やっぱね、コンビニのあの1枚のチキン、あの何一枚の、あのあのあれ、ある揚げ鳥とかさ、あのファミチキとかさ、ああいうのが好き。でもね、中華まんだったらやっぱ安定の肉まんかな。肉まん、普通の、普通の肉まん、あの特徴とかじゃなくて、普通の肉まんがあれがいいんだよ。何個食べる？何個？何個？一個だよ。一個。誰が肉まんだ？あれだけくださいって。あれだけください。在庫ください。あれだけくださいはやばいよ。はい、はい、アイスは、アイスはね、やっぱ寒い中食べるのはね、こたつの中で食べるのが好き。さすがにね、外ではね、無理。こんな僕でも無理。なので ね、ということでございます。はい、はい、僕はですね、ホットスナックあんまり食べたことがなくて、なんかおすすめがあったら教えてください。そうなの？そう、食べたことない。何、めちゃくちゃ食ってたのって何って感じ。コンビニ行かないの？コンビニ行きますけど、コンビニで働いてたこともあるんですけど。あ、そうなんだ。ホットスナックってなんだ
けと思いながら、ホットドッグとかさ、横にあるやつじゃない。ああそういうやつ。え言わない嘘。働いてたの本当に。中華まんだったら、いや僕はね一周回ってピザまんとかプリンまんとかいろいろ食べたんだけど、あんまんが好きです。あんまん、なんかぜんざいとかね、おはぎとかね、ぼたもちとか、もうあんこ大好きで、クリーン入ってるやつとかめっちゃ好き。そうだから、あんまんが好きですね。でアイスクリームはね一年中食べてます僕。なんかお腹壊さないように1日1個とは決めてるんですけども、1日1個も。そうそうそう、くれんのそのパルムとかね、ジャンボモナカとか、あとアイスの実とか、夏はあのビッグスイカバーとか大好きで、スッキリ系もベッドリ系も大好きで、ベッドリ系ってあきこさんは。はい、ホットスナックはですね、鶏つくね棒を買っちゃうね、あの団子みたいなのが3つぐらいつながって、はいはいはい、あれも美味しいね。ね美味しいよね。さお酒のつまみじゃないの。違うの。なんでわかる。ビールとかに合うんだ。ビールとか日本酒でこうやって、うん、中華まんはね黒豚まんかな。あ、ちょっと高級なやつ、ちょっとね、これもお酒、ちょっと高いやつ。あ、全部お酒じゃん。なるほどね。お金持ってるからね、意外と。アイスはね大好き、うんうんうん、寒い時食べるアイス大好き。あれが好きなの、ね、ハーゲンダッツのラムレーズン、うん、なんかさリッチだよね、ハーゲンダッツとかさ。ちょっとお金持ち、うんうん、実はめちゃめちゃ稼いでるわ。なかなか買えないよねハーゲンダッツ。なるほど、うん、私はですね、そうね、はい、まあ、ファミチキもよく食べるんだけど、はいはい、セブンイレブンだったら、ささみ揚げのシソ入ってるやつがすごい好きなの。ちょっとスティック状になってて、ね、うん、もうヘルシーなんだけど、これダイエットしてる時にはもうおすすめですね。あとは肉まんで言ったらピザまんね。あ、ピザまんいい。もうチーズたっぷりよ。チーズ好きです女子は。ね、もう本当に何個でもいけちゃうんですけど。あとはそうね、おでんとかもたまに食べるかな。ホットスナックなの、ね、スナックになる。スナックなのあれ。わかんない、あれちょっとわかんないけど、まあ確かに、まあ、寒い時期には限定で出てるから ね、 ね、うん、でアイスは、うん、笑いマンさんと一緒なのよ、私毎日食べるから、うん、嘘、毎日食べる。え、何食べます？スーパーカップを、まあ、ちょっと2回に分けて食べたりとかもするし、うん、まあ、あとはピノとかね食べます。あとは昔ながらのアイスキャンディーは夏に食べます。めっちゃでかいやつ、わかります？ミルク味のわかる？あ、そう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 、棒のやつね。そうそう、はいはいはい、もうあれはめっちゃ大好きなんで食べます ね、 いすね。なんかみんなの方が俺よりアイス食うんだけど。だって私北陸出身なんで。石川県は全国でアイス消費率がナンバーワンなのよ。知らなかった。そうなの。そうなの。そうなの。ピノとかは作ってるとこ富山とかだったりするから。あ、そうなの。ぜひ見てください。マジか。そうなんですよ。ということでチャットもいただいてます。ゆいさんはアメリカンドッグ好きです。あーいいね。あ、それも美味しいよね。タマプライブやっちさんはウィンナーフライドチキン。ああ、ウィンナーあるね、ソーセージとかね。でゆいさん、ささみ揚げのしそのやつめっちゃわかる。わかってくれた、ありがとう。はい、ということでお便りありがとうございます。この番組では皆さんからのお便りメッセージ募集してま す、はい、すね、アドレスこちらです。 musicpower.otayori@gmail.com までお待ちしてます。お願いいたします。以上、お便りコーナーでした。ありがとうございま す。続きまして私の曲シグナルで、リリースしました2曲目に入ってます。レインをお聴きください。
ありがとうございます。お聞きいただきましたレイン、こちらはシグナルに収録されてます。ぜひチェックしてみてください。はい、さてここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしていきたいと思います。はい、本日のゲストはスーパーファンタジーさんです。よろしくお願いします。いらっしゃいました。よろしくお願いします。スーパーファンタジーさんのプロフィールをご紹介します。はい、します。スーパーファンタジーさんは株式会社ファンティービジョンから生まれたダンス&ボーカル&ラップユニットで SF と訳されています。はい、おとぎ話の世界に飛び込んでハッピーエンドを迎えに行く全く新しいエンターテインメントプロジェクトです。2017年2月にデビューし、毎週赤坂の専用劇場にて定期ライブを行っております。2018年にはオリコンインディーズ年間ランキングで20位にランクされ、2019年3月には自身の史上最大規模となるゼップダイバーシーでの単独ライブを成功させました。コロナ禍でメンバーが欠けてきましたが、残った3名で体制を立て直し、2023年10月から満を持してフォースシーズンをスタートし、今後さらなる活躍が期待されるスーパーファンタジーの皆様です。ありがとうございます。ございます。すごいイケメン集がする。すいませんね、イケメン集がなくて。そして今日はね、お便りね、はい、お便りがね、5通もね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずですね、ラジオネームまるさんからいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラジオ出演ありがとうございます。いつも素敵なパフォーマンス届けてくれてありがとうございます。新体制となりラブエンツェレの物語をたくさんの場所で披露してきたと思いますが、ぜひこういう場所でやってみたいとかあれば教えてくださいとのことです。はい、はい、続きましてペンネーム、ジェリクルキャットさんからいただいております。ラジオ出演おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どこにいてもスーパーファンタジーのみんなの声を聞けるのは地方ファンとしてとっても嬉しいです。メインボーカルのハクさんの表現力は抜群で、ミュージカルを見ているようで歌声とともに物語の世界が広がっていきます。どうもありがとうございます。ゆうとさんのダンスは役に入り込んだ役者のような多種多様な表現を見せ、包み込むようなラップもゆうとさんならではで大好きです。ありがとうございます。大和くんのまっすぐ通る歌声は届けてくれる思いが心の中にダイレクトに響いて感動をもらっています。バットの Don't Save It の低音が素敵なんです。思いっきりピンポイントですいませんと。嬉しい。スーパーファンタジーは素敵なメンバーばかり、最高のグループです。たくさんの人に見てもらいたい、ずっとずっと応援しています。ありがとうございます。はい、続きましてひまわりさんからです。はい、はい、1日に2番組もしかも続けて大好きなスーパーファンタジーがラジオ出演するなんて嬉しくて泣いちゃいます。どのラジオに出演してもたくさん笑わせてくれて、たくさん楽しませてくれるみんなが大好き。ありがとうございます。どんな状況でもファンタジーの世界に引き込む姿がかっこよくて、スーパーファンタジーにしか見せられないパフォーマンスと、ちょっと天然さんがいててるも、息の合ったトーク展開のギャップがスーパーファンタジーの魅力で大好きなところそれが、ライブ以外のこういうラジオでも見れるところが増えたのが嬉しいなと思う今日この頃です。今日もこの後ライブがあるし、明日もあるし、本当に毎日目まぐるしいと思うけど、時間があるときはゆっくり休んでね。スーパーファンタジーが私の世界で大きな存在になってるから、これからも頼っていきたいし支えていくね。いつも本当にありがとう、いっぱい大好き。ありがとうございます。続きましてうさぎひまわりさんからです。ハクくん、ゆうとくん、やまとくん、こんにちは。ラジオ出演おめでとうございます。ミュージックパワーという番組の通り、私はいつもスーパーファンタジーの音楽やパフォーマンスに元気をもらっています。全く違った3曲で一つの物語を表現しているスーパーファンタジーの世界に入ると、本当に現実世界とは違うおとぎ話の世界に飛び込んだ気持ちになります。まだスーパーファンタジーのライブを見たことがない方にも一度この世界観を体感してほしいです。皆さんがこんな時にこんな曲やアーティストにパワーをもらったというエピソードがあったら教えてほしいです。これからも応援しています。ありがとうございます。素晴らしい。続きまして山トマトさんからです。ハクくん、ゆうとくん、山ちゃん、こんにちは。他のアーティストとは違ったスーパーファンタジーの世界観が大好きです。なんといってもライブがいつも楽しい。今ラプンツェルの物語に飛び込んでいるけど、毎回みんなの表情だったりパフォーマンスが少し違ったりして、今日はどんな感じで来るのかワクワクさせてくれる。何回見ても聞き飽きない最高のグループです。応援できてる今が幸せです。これからも応援しております。でっかいアーティストになってな。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうな。ありがとうございます。以上でございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。なんかいくつかね質問いただきましたが、はい、いかがですか。そうですね、もう特に印象に残ったのが、はい、どんな時にこうパワーを感じるか、はい、僕は
ご飯を食べてる時ですね。音楽じゃない。わかりやすいですね。もう、はい、まあこう見て華奢じゃないですか。いやそうですか、すごいスタイルがいいですね。僕 2.1 キロ食べるんです。米をですか。一食、すごい。ほぼ本当です、本当です。ちっちゃい象と一緒ぐらい食べます。イカ水ということで多分そうなんですよね。ファンタジーなので広がってないですね。ここら辺がブラックホールです、はい、すごい。え、毎食毎食そんな感じですか。そうですね、なんかライブの前とかちょっと抑えたりはするんですけど、結構もうストレス発散にこうガッて食べるときはお米3合とかを一気に食べたり。僕コスパが本当ですか。僕 1.5 合ぐらいなんですよ。 1.5 合ぐらい。なんか運動とかで鍛えてたりするんですか。そうですね、筋トレは結構してるんですけど、大事ですね。でもやっぱりライブで消費するので、なるほど。あ、大事なこと、あの今日はお三方いらっしゃいますが、はい、あのお名前を、あ、はい、いいですか、ね、じゃあ、そうですね、改めましてね、はい、おとぎ話の世界へ飛び込んで皆さんと一緒にハッピーエンドを迎えに行くグループ We are スーパーファンタジー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。申し遅れました、はい、メインボーカルのハクと申します。よろしくお願いします。はい、パフォーマーの山本です。よろしくお願いします。はい、そしてパフォーマーのゆうとです。よろしくお願いします。お願いします。このお三方で、はい、今日はお届けするということで、はい、すごいギャラリーもたくさんね、はい、ファンの皆様ありがとうございます。もうなんかすごい大活躍、今日もライブ、今日もこの後ライブに、はい、ですね、ちょっと、はい、僕たちよりファンタジーすぎません。そうなんです。普通にラジオしないでください。すいません。いえ。なんか何事もないかのように進んでますけど。本当に。でも本当引き付けがすごいですよ。本当にもうね、いろんな方が足を止めて見てくださっていますが。はい。はい、ということで、なんか今日もチャットまたいただいてます。ゆいさん、白派。はえ白はちっちゃい象ってことって言ってます。そうですね、食べる量が食べる量がほぼ象です。そうな、皆さんどうですか、なんか、はい、さっきの質問で頑張れることですか、はい、そうですね、はい、いや僕は結構 K-POP が好きで、あ、そうなんですね、はい、歌って踊る人になりたいっていう夢があって、うんうんうん、こう今活動させてもらってるっていうのがあって、パフォーマーということはダンスをやられる、ダンスがメインですね。 あのラップとか歌ったりもするんですけども、はいはいはい、メインがパフォーマンスという感じです、うんうんうん、なるほど、はい、はい、ということで気になるね楽曲ちょっとね、はい、ご紹介いただきたいところでありますが、はい、よろしいですか。そうですね、はい、はい、ではここでスーパーファンタジーさんの楽曲をお聴きいただきたいと思います、はい、では曲紹介お願いします。はい、わかりました。では僕たちの10月25日に発売しました新作ラプンツェルからチェンジ。
スーパーファンタジーさんでチェンジをお聞きいただきました。ありがとうございます。チャットいただいてます、はい、ゆうおうさんでお間違いないですかね、お名前、ね、はい、ゆうとくんの表現力はすごいんだぞと言ってます。いや、ありがとうなんだぞ。もしかしてこの中に見に、あ、違いますか。ね、ありがとうございます。すごい、なんかラップも軽快に、ね、パフォーマーなんですけど、こうやって今回がきっかけかな、ちゃんとしっかりラップそうなんですかとかやったの。そうですね、今回のこのラプンツェルの作品からこうやってちゃんとバッチシラップパートっていうのでもらえた感じですかね。なんかもう一体感とか皆さん楽しく乗れるような、ね、曲で、メインのボーカルもすごい高音が効いてて、はい、ありがとうございます。かっこいい感じでね、ちょっとステージを見てみたいなと思っちゃいました。ありがとうございます。さあ次のコーナーいきます、はい、その名もゲスト質問カラコーナー。こちらのコーナーは本日のゲストスーパーファンタジーの、お三方に、はい、音楽とプライベートのカードを引いていただきます。はい、はい、まずはどちらから行きましょう。どちらから行きましょう。じゃあ、はい、音楽で、音楽で行きましょう、はい、ピンクのカード、はい、ドゥルル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 ルワンオークロックさんのウェステッドナイト、あ、好きです、うん、もうこれを声出しで歌います。あ、そうなんですか。声出しで歌っちゃって、声出しでまず1曲目入れて、はいはい、お箱の時にまたもう一回、あ、もう一回、ちょっとなんか触りだけちょっと今日、あら、うん、あらあら、ラスリーバークレイモードMaybe just for tonight。 すごいすごい歌唱力ですね。鳥肌立ちました。もう感激、感激ですよ。ありがとうございます。どうですかお二方。僕は HY さんの366日が好き好き、あれもすごい歌唱力ありますよね。曲が、そう、歌詞が好きで、はいはい、結構歌ったりします。なるほど。どうですか。僕デジモンのデジモン、デジモン懐かしい、バタフライが大好き、僕大好きです。大好きです。オープニングですか。オープニングです。そうです。吐くとカラオケ行った時に、はい、いいじゃんって言ってくれて、必ずね歌うの、歌ってもらったりとか。熱いですね。大好きです。ありがとうございます。そしてプライベート行きましょう。はい、はい、ドゥルル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 、仲良しですね。仲良しすぎ。最近のマイブーム聞きたいですね。はい、どうですか。僕は、僕はいいですか。ハクアですね、はいはい、釣りに行きたいんです。釣り行きたいんですけど、ちょっとやっぱリリース期間忙しいのもあって、なかなか自分ではできなかったので、はい、釣ってる人の動画を見るのにハマってます。あ、YouTube で、はいはい、何を釣りたいんですか本当は。チヌってわかります。黒ダイ。黒ダイ、はい、高級魚だよこれ、はい、もう黒ダイを釣って自分でさばきたいんですよ。美味しそう。すごい、それできたら最高ですね。最高です。まだちょっとできてないので、なんか YouTube で上げてみたらいいんじゃないですか。お、そう、確かにね、ファンタジーね、ファンタジーファンタジー、何でもありですから、いいですね。どうですか。僕も結構ハクさんに似てるんですけど、はい、ずっとソロキャンがしたくて、ソロ、ああ流行ってますもんね。そうなんですよ。でも結構道具必要じゃないですか、うん、から揃えるのが大変なので、はい、YouTube でやってる人を見てみんな YouTube はいいなって思ってやってるつもりで。なるほど。でもいいですね、男飯とか作ってみたりしたいです。だからもう来年、もう今寒くなってきちゃったので、はいはい、来年になったらやりたいなーと。 YouTube 配信とかやられないんですか。なんかインスタの配信でも、番組みたいなのがやってるか、ね、うん、そうですよ、やったりしてます、うん、なんか遭難とかしないように、クマに襲われないようにちょっと気をつけないと。じゃあ、ね、一緒にソロキャン行きますか。いいかもしれないですね。ね、気になりますでしょう。なるほど、ね、10メーターぐらい開けて。どうですか。僕はもうディズニーが好きで、はい、あとディズニー系で言います。もう、ま、特にマーベル、皆さんご存知ですか。マーベル、マーベル作品が大好きで。なんかもうそろそろあれまた出るんじゃないですか英語。またずっと出続けてるんですよ。すよね、はい、はいはい、で最新作ももうちゃんとチェックしに行って見てきましたし、ドラマシリーズも全部見てますし、はい、もうずっとずっと大好き。まあ、練習しろよって感じなんですよね。でもちゃんと陰ながら皆さん努力なさってるから、こんな素晴らしい楽曲ね、ありがとうございます、なってるんじゃないですか。
嬉しいですね。ということでマーベル全然広げてくれないじゃないですか。思ったよ。マーベルに出てきそうなキャラってよく言われるんですけどね。確かに確かに理想みたいな。理想一番理想。こんなのいるんですか。ボレバンさんに関してはマーベルですね。マーブル。マーブル。ここら辺がね。チョコの方。もうね、マーブルみんな大好きマーブル。面白い。ありがとうございます。ちょっとねあの時間の兼ね合いで今回は一つずつのね、はい、お答えいただく形になってしまいましたが、はい、はい、ありがとうございました。以上ゲスト質問カードコーナーでした。はい、それでは残る時間もわずかとなってまいりました、はい、ここで本日のゲストスーパーファンタジーさんから告知をお願いいたします。はい、はい、お待ちしますね。はい、はいはい、あ大丈夫ですか。はい、ということでまず今日のもスケジュールなんですけども、こちらじゃあ大和から。今日ですね、はい、今日この後、はい、上野恩賜公園にあるすいません、上野恩賜公園である角打ちフェスっていうお酒が飲めたり音楽が楽しめるフェスに参加させていただきます。はい、時間が17時30分、はいからになってるので、はい、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。お願いします。お願いします。そしてはい、じゃあこっちからいきますか。はい、どうぞ、はい、僕たち来年の2月27日に白金高輪のセレレ B2 という場所でのワンマンライブを控えております。こちらですね、6人体制、今の新メンバーでのスーパーファンタジーの活動始まってからは初のワンマンライブとなりますので、ぜひぜひ皆さん僕たちの世界観を味わいに遊びに来てください。お待ちしております。そして、はい、SNS ですね。はい、そうですね、はい、こちらの情報とかはすべて SNS 公式ホームページだったり、SNS 各種やっておりますので、はい、メンバーのね、個人のメンバーのフォローはもちろん公式のフォローもしていただけると、はい、僕たちバンバンライブやっておりますので、はい、ぜひ会いに来てください。お待ちしてます。はい、すごい、この後もう上野に行っちゃうんですか。ね、もう行っちゃいます。5時半から、はい、お酒飲みに行きます。ライブしに行く。全然 お仕事していただいて、ライブしに行きます。え、皆さんファンの皆さんも駆けつける感じで。あ、すごい。一緒に行こう、馬車に乗って。馬車に乗ってファンタジーだから。なんか応援ってか、なんか皆さんなんか手持ちでうちわとかなんか持っていくものとかあるんですか。ないんですよ。そうなんですね。これからなんかね、作っていただいて、もうファンタジーなんで木の枝かなんか置いてて、うん、一番いいかも。いいかもしれない。そんな感じでいいんですか。いいんですか。あ、でもね、頑張っていただいて、はい、ね、寒いんでね、ありがとうございます、はい、頑張ります。皆さんね、楽しんできてください。ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、来週のパーソナリティはミュー、カナダテ、ミツリ、イリオでお届けする予定です。そしてゲストはナオケンバンドさんです。お楽しみに。はい、ということで以上でございますが、はい、いかがでしたでしょうか。いや、とても楽しかったです。あっという間でした。あっという間でした、本当に。全然キャラクター個性味わえなかったんで、またそれも、はい、もっと、はい、もっと聞きたいです、いろんなこと。もっと聞きたい。はい、僕たちの逆にね。そうですね、またぜひね、ファンの皆さんも一緒にね、はい、こちらの番組に遊びに来ていただければと思います。はい、お願いします。はい、ということで皆さんどうもありがとうございました。以上をもちまして番組終了となります、はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ポンポン。